本日は茶筅投資についてご説明いたします。茶の中にお湯を入れます。茶筅投資にはいくつかの働きがあります。まずは茶筅を通すわけですが、茶筅乾燥していると折れやすいので、お湯の中にくぐらせることによって柔らかみをつけることができるというのと、まあ、実際壊れているところがないんじゃないか、あるんじゃないかということをチェックするということですね。それと茶碗の中にお湯を張ってますので、茶碗自体も温めることができるということです。このようなね、いくつかの働きが茶筅投資にあります。実際やってみましょう。で、茶筅はですね、こうかがりといって結んでいるところがありまして、ここが茶筅くんの正面になります。それはいつも自分のところに向けます。で、持つときは右手で持つんですけども、このかがりのところに親指を当てて持つということを、覚えておいてください。持ち方、親指がかがりのところを持ってまして、人差し指で挟みます。で、残りの中指、薬指、小指は OK みたいな感じで指が揃ってるんですね。これが茶筅の持ち方です。茶筅を持って、まずは下向きにして茶筅の先をお湯に入れます。この時点で人差し指と親指で茶筅を持って、中指かはこのように揃ってます。一旦茶碗の中に置いたら、また親指を上にして持ち直してチェック、体の方に、顔の方に近づけて茶筅を見ます。この時の茶筅の角度は、まあ、上向きになったり下向きになったりしないで、このぐらいの角度で持ちます。そしてくるくるくるっと手前に回しながら下げていきます。一度上げます。で、ポツンと置く。二度目また持ち直します。同じように親指を上にして持ち上げていきます。ここでまたポイントとしましては、茶筅ってもうシャカシャカできるほど軽いものなんですけども、軽いものを軽く扱うとそれこそお手前自体が軽く見えてしまいますので、軽いものをあたかもダンベルを持ってるぐらい重いようなイメージを持って茶筅を持ち上げます。で、ダンベルを持ち上げると当然ですけど、ぐーっと上げるときは重くて、落とすときは軽く落ちますよね。と同様にぐーっと茶筅を上げるときもゆっくり上げて、下げるときはくるくるーっと軽やかに落としていく。これで2度上げました。そうするとかがりが180-180で戻ってきますので、親指をかがりのところに当てて縦にして、サラ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 、お湯の中で温まるような形で茶筅全体をくぐらせてあげます。で、最後茶筅を360度ぐるぐるぐるっとお湯に斜めに当てて、かがりが上に当たるように茶筅の向きを立てます。このように右手と左手がハの字になって決めのポーズになりましたら、少しだけ間を置いて右手と左手が同時に茶碗から上がります。左手は左ももの所定の位置に戻って、右手も茶筅の所定の位置に置きます。これで茶筅投資一連の動作が終了になります。